はい、今日は ZV-E1 の暗所性能を見ていただきたいと思います。今最近購入しましたソニーの 1635F4 のレンズをつけているんですけど、これでシャッタースピード60秒ですね。これで ISO 感度を上げていってどこまで明るくなるかということを見ていただきたいと思います。はい、今 ISO80 です。次も ISO100、 125、 160、 200、 250、 320、 400、 500、 640、 800、 1000。 ISO 感度1000度でもまだまだ暗いですね。はい、1250、1600、2000。お、車が通ると少し明るいですね。2500、3200、4000、5000。おお、だいぶ明るくなりましたよ。車が通ると明るいですね。6400、8000、1万、12800、16000、2万。普通はノイズがどれだけ乗ってるかですよね。25600、3万。めちゃくちゃ明るくなってきましたよね。初めと比べたらすごいですね。はい、4万、51200、 ISO 感度64000。おお、初めのあの真っ暗と比べるとすごいですね。8万、102400、128000。わあ、すごいな。やっぱりノイズが気になりますよね。16万、204800、256000、32万。はい、最高の409600。もう昼間と全く変わらないですよね。露光調整がプラス2になってますから、F4 じゃなくて F4 じゃなくて F7.1、 F8、 F8 まで絞って、でも絞っても ISO 感度が40万のままですから、ノイズはめちゃくちゃありますよね。はい、じゃあシャッタースピードをもっと下げていって、さらに明るくなりますね。はい、ISO 感度をもっと下げましょう。ノイズ対策ですね。はい、どこまで下げると、はい、ISO 感度5万になりました。はい、どうでしょうかね。これぐらいまで下げないと、実質使えないんじゃないでしょうかね。はい、12800。これでなかなかいいんじゃないでしょうかね。はい、今シャッタースピードは30秒ですね。明るくしていくとどうなるか。はい、シャッタースピード今5分の1ですね。わあ、でもまあかっこいいかもしれませんね。ISO感度が12800まで下がりましたので、まあこれでも使える映像にはなってるんじゃないでしょうかね。はい、シャッタースピード60分の1に変えました。はい、シャッタースピード100です。ISO 感度オートにするといくつになるでしょうかね。はい、明るいですね。やっぱり ISO 感度にオートした場合には102400になりましたね。 F4 のレンズではオートにした場合には ISO 感度は102400まで上がってしまうということですね。ノイズが多くなりすぎました。F4 以外のレンズで試してみたいと思います。はい、次はソニーの F4 のレンズにしました。 ISO 感度は102400まで上がってしまいました。はい、こちらを向けます。ISO 感度は2万まで上がってますね。だいぶ高いです。はい、次は
タムロンの F2.8 のレンズにしました。こちらで今、64000 F ISO 感度は64000になってます。こちらを向くと ISO 感度は5000になります。はい、こちらはシグマの F1.4 のレンズで撮っています。 ISO 感度は16000になってます。こちらを向けると ISO 感度は2000まで下がります。はい、こちらは16000です。はい、まとめです。まず新しく買ったソニーの F4 のレンズをつけて、真っ暗な場所でどこまで明るくなるかという ZV-E1 の暗所性能を試しました。確かにこんなに真っ暗な場所が昼間のように明るくなるということを考えると、 ZV-E1 はやはり素晴らしい交換時だと思います。ただオートで10万を超える ISO 感度まで上がりましたので、後で見直してノイズだらけだったんですよ。やはり F4 レンズの限界だと思います。その後 F1.4 と F2.8 のレンズを使ったんですけど、 F4 レンズで10万以上まで上がっていた ISO 感度が F1.4 のレンズを使うと1万6000まで下がりまして、ノイズも驚くほど少なくなりました。暗所性能素晴らしいことは分かりましたけど、やはりできるだけ明るいレンズを使った方がいいということが改めて分かりました。はい、ここまでご覧いただきありがとうございます。 ZV-E1 を購入してからいろいろなシチュエーションでいろいろなものを撮って確かめているんですけど、まだまだ奥が深いカメラだと思います。今後もいろいろなシチュエーションで試していきたいと思いますので、ぜひまたご覧ください。ご視聴